皆さんこんにちは、マリリンです。本日もご視聴ありがとうございます。はい、来ましたよ。久しぶりですよ、この企画。今回はですね、人気のクッションファンデを集めて使ってみました。で、その中の9点を本音レビューしていきます。自分的にちょっと人にはおすすめできないかなっていうのクッションファンデと、これはちょっと自分の肌質には合ってなかったから、こういう人だったら合うだろうなって思うようなクッションファンデ、それからもうこれは絶対使っていきたいって思うクッションファンデ、この3つに分けて今回紹介していきます。ちなみに私の肌質はですね、極度な乾燥肌っていうのと、あとは人よりかなりねシミとそばかすがあって濃いです。もうその色も濃い、普段のメイクもかなり濃いめではあります。あとね、ちょっとね、私ね、肌がね黒くて焼いてるんですよ。なのでちょっと首と色が合ってないっていうところはちょっとご了承いただければと思います。本当にそこは申し訳ないんですけどはい、お願いします。もう本当にあくまでも私の感想にはなるんですが、参考にしていただければ嬉しいです。ちなみに今回も自然光で撮っています。もうライティングは一切なしで撮っていってます。ではまずおすすめできないなって思うクッションファンデーションからの紹介です。まずはこちらです。ロム&のベターザンマットクッション、こちらがですね、塗った時にパフの跡がついてしまうなっていう風に思った。パフのその繊維の模様がそのままついちゃうんですよ。跡が全体に残っちゃうっていう印象があったのと、あとキメが粗くて密着感がないので、重ね塗りしてもこうカバー力がちょっといまいちであったりとか、均等にうまく塗れないなっていう風に思いました。密着感がないので崩れやすい、もう手で触れた時にすぐもう指の指紋とか跡がついちゃうかなって感じでしたね。はい、なので私的にはちょっとあまりちょっとおすすめできないかなって思うようなクッションファンデーションでした。次はですね、はい、こちらヘラブラッククッションです。気になってたので買ってみたんですけど、塗った時にこちらもこう密着感がなくて均等に塗れないっていうところがあります。で、結構こう全体にのせた時もムラができて、ロマートとちょっと同じような感じかな、自分的にはなんですけど、まあ、肌に合わないのかちょっと綺麗に塗れないなっていう風に思ったので、自分的にはこう全力でおすすめできるようなクッションファンデではないかなっていう風に思いました。では次はですね、自分の肌にはちょっと合わなかったな、でもこういう人だったら合うかもっていうようなクッションファンデーションを紹介していきたいと思います。こちら、ティルティルのマスクフィットクッションです。インスタグラムの広告で出てきたり PR されてる方も結構いるなっていうふうに思ってたので気になって買ってみました。こちらがですね、塗りたての仕上がりは綺麗って思って、おって思ったんですけど、で密着感はかなりあるんですよ。本当にピタってくっつくんですけど、塗った後ぐらいからこうなんかフィルムが貼り付いてるみたいな独特なつけ心地で、ちょっと突っ張るような感じがしました。でもやっぱりこうピタッと密着感があるので、確かにこれはこすれにかなり強いというふうに思ったので、自分的には本当に崩したくない、マスクして状態をキープしたいという方は向いてると思うんですけど、ちょっと乾燥肌の人とか肌に乗ってるなっていう感じが嫌って方はちょっと向いてないかもしれないです。ツヤタイプのピンクとマットタイプのブラックの2種類があるんですけど、ピンクのこのツヤの方はちょっとツヤがあるぐらいで、そんなに違いがわからなかったです。はい、では次こちらメイクツヤクッションファンデーションなんですけども、テレビショッピングでよく見るクッションファンデなんですが、以前に動画で紹介してたり結構自分的には気に入っていたものではあるんですけど、ツヤがある感じで仕上がりはめちゃくちゃ綺麗なんですよ。張りが出てかなり若々しく見えるっていうところでも結構母におすすめしてたりとかいいなって思うんですけど、肌の密着感がこうピタッという感じがないので、今の時期ってマスクをつける時期でもあるので、ちょっとマスク生活するっていうのはちょっと厳しいかなっていうふうには思いました。保湿をしっかりしてツヤ肌に見せたい、若々しく見せたいっていう方にはすごくおすすめです。次はですね、こちらレブロのカラーステイクッションロングウェアファンデーションです。今回紹介していく中で最もカバー力が高いクッションファンデーションになっています。もう見ての通り一瞬でこの一塗りで結構カバーされちゃうぐらいめちゃくちゃカバー力高いです。ただ
こう重い感じがして小じわとかがあるとこう目立ってしまう、塗ってる感が出てしまうっていうので、ちょっと厚塗り感にしたくないって方は向いてないのかなって思います。ただすごくこすりに強くて崩れにくいっていうところ、汗とか皮脂、水にめちゃくちゃ強いんですよ。なので絶対的に崩したくないっていう方はすごくおすすめ。あとは脂性肌の人もレブロンはかなりおすすめなので、まあ、そういった方は使っていただけるかなと思います。はい、それではですね、今後使っていきたいなっていうものを紹介していきます。来ましたよ、この時が。今実際に半分ずつ塗っていきながら紹介していきます。下地はエスプリークの SS グロープライマー、こちらを使っていきます。今から使っていくクッションファンデの下地は全部これで使っていきたいと思います。まずこちらラネージュのネオクッションファンデーションのマットを使っていきます。こっち側にラネージュ塗っていきます。あ、で、私このラネージュのパフが好きすぎて使ったらちょっとなくしちゃったんですよ。本当にもうそれはすいません。で、これがね、あのラネージュのマットとツヤじゃクッションファンデのパフが全然違うんですよね。マットの方はなんかここに切れ目が入ってるやつだったんですよ。それがすごく良くて使ってたんですけど、すいません、今回ちょっとピンクで使っていきます。ではまずおでこから。結構これはね、カバー力ね、高めなんです。レブロンほどカバー力はないんですけど、重ね塗りするとすごいね、カバー力ある。次ここ頬の部分いきます。ピタッ、ほら見て、やっぱねこれすごいいい匂いするの。ハーバル系の自然な香りがする。でこんな感じで一気にカバーされちゃいます。こっちと比べると塗った時にパフの跡もつかずピタッと密着感があります。上からちょっと重ねていってみます。ピタッてこう重ねるとよりカバー力がアップするって感じ。ほら、すごい。こんな感じで仕上がりは普通に綺麗な感じですね。密着感があるのでこすってもほら取れにくいんですよ。全然指の跡がつかへんって感じで、これを使って何日間か過ごしたんですけど、マスク崩れもしにくくてめちゃくちゃ優秀やなっていう風に思いました。ただあのマットファンデではあるので、やっぱり私今ねすごい肌荒れしててすごいポツポツ凹凸があるんですけど、それがちょっと目立っちゃうなっていう風には思いました。小じわの部分とか、あと目の周りのこの細かい部分にちょっとファンデが溜まりやすかったりっていう風な印象があるので、そういう時はそこの部分だけ薄くなったり、こう塗る量を調整するとすごく綺麗に仕上がると思います。しっかりカバーしてマット肌が好きって方はすごくおすすめだと思います。ピンク使ってみたんですけど、もう今のこの仕上がりとはちょっと結構違う、全然違う仕上がりでした。さっき言ったロマンドとか、あとヘラと同じ感じかなと思います。はい、では次こちらいきましょう。 NARS のピュアラディアントプロテクションアクアティックグロクッションファンデーション。まずはおでこから。やっぱりツヤがすごいある。ツヤツヤってしてる、本当にグローですね。本当なの、そのまんまの通り。次こちら頬の部分にそばかす結構あります。塗っていきます。ポンポンポン。最初こう塗っていくと、おカバー力結構あるんかなって思うんですけど、こうポンポンしてると結構ね、わかりますかね、全部はカバーされてないって感じ。どちらかというと私が思うのは薄付きなクッションファンデで結構自然なツヤ感という感じです。なのであのナチュラルに見せたい方とかはすごくいいかも。私は結構カバー力高いのが好きなんですけど、これぐらいのナチュラルなカバー力もすごく好きです。でここにちょっと重ね塗りしていきます。ポンポンしてもまだ全部はカバーされへんって感じですかね。カバー力は普通にカバーできるって感じなんですけど、私のシミそばかすじゃちょっと重ね塗りしても全部はカバーされへんっていうぐらいなので、見た感じも厚塗り感がない、軽くてすごく自然なつけ心地っていうところがすごくおすすめです。うん、こう比べると左の方がちょっと重みはあるんですけど、ナーズの方は軽い感じの仕上がりですね。じゃあちょっとこすりまーす。ピュッて感じ、若干ちょっと指にもつくんですけど、カバー力がそんなに薄れることはない。あと指の跡がめっちゃつくこともないですね。綺麗。マスクをしてるとやっぱりマスクについたりとかファンデが色ついちゃったりはするんですけど、その崩れ方、ファンデの崩れ方自体は綺麗だなと思いました。ナーズのこのクッションファンデのパフすごく良くて、これひし形になってるんですけど、これがもうめちゃくちゃ塗りやすいんですよ。こういう小鼻の部分であったり、これ細かいところもしっかり塗れるんですよ。あとこの目の際の部分とかもう綺麗に均等に塗れるから、やっぱり丸よりこの形すっごい塗りやすいと思って、めっちゃいい。はい、
では次、最も気に入っているクッションファンデのこちら2つを紹介していきます。はい、こちらもう私がお気に入りっていうクッションファンデーションなので、こちらの2つを紹介していきます。ローラ・ベルシエのフローレス・ルミエールラディアンスパーフェクティングクッションです。ちなみにローラ・ベルシエの上の部分が角張ってて、下が丸くなってて、これ上と下で全体に塗る部分と、こちら代わりっていうんですかね、よりパパしたいっていう部分の質感になります。おでこから塗りやすいのよ、ほらカバー力あるけど、うん、軽めいきますよ。密着感が半端じゃないの。細かい部分を塗っていきます。ツヤ感も綺麗、こんな感じで。わかります？この自然なカバー力、カバー力はあるのに厚塗り感がないの、わかります？この肌がめっちゃ綺麗に見えるっていうのと、ツヤも綺麗やし、あの密着感がすごいあるんですよ。でパフの後もつかん、塗ったと瞬間からうわめっちゃ綺麗って思うぐらいの綺麗さ。もう少し重ね塗りしてみます。重ね塗りしていくと結構綺麗にカバーもできるし、厚塗り感がない。はい、こんな感じです。綺麗すぎ。上品なツヤがハリを与えてくれて、であのカバー力あるのに小じわとかにファンデが沈んでいく感じもないんですよ。本当にいいファンデの時私よく言うんですけど、ほんまにフィルターかかってるみたいになるんですよ。あの私自身つけててもそうなんですけど、友達とかも結構ローラルメルシエつけてる子多いんですけど、やっぱめっちゃ肌綺麗なに見える。マスクつけても外してもついてるんですけど、肌の崩れはあんまりしてる感じせえへんくて綺麗やなって思います。こうまずポンポンポンとしても崩れにくいし、こすっても取れる感じがない。マットで密着感って崩れにくいって、まあなんとなく分かるというか、まあ、マットやしっていうところあるんですけど、これ自身結構ツヤやのに崩れにくいってところがすごくポイントかなと思います。では次いきます。ジョンセンブルのエッセンシャルスキンヌーダークッションです。ジョンセンブルちょっと使いすぎてないなくて、ちょっと少量しか取れないんですが、塗っていきますよ。ピタッ、肌についた瞬間が違う、きれい。ちょっとおでこじゃ分かりにくいか、ほっぺにのせていきます。ピタッとこんな感じ。うわ綺麗すぎるし、カバー力やば。しかもさ、これさもうほとんどない、え、ぶってめっちゃ綺麗じゃないすごい綺麗やし、密着感もすごい自然やね。やっぱりすごいな。これね、使いすぎても結構スカスカなんですよ。スカスカやのに今めちゃくちゃ伸びてるから、密着力もある、カバー力もある、肌が綺麗に見える、プラスで少量でも伸びるっていう、このジョンセンブルの素晴らしさ。少量で伸びるので塗り心地がめちゃくちゃ軽いです。でこれ凹凸、細かい肌の凹凸をなくしてくれるっていう感じで、重ね塗りをしやすいんですよ。こうやってポンポンって、もともと塗ってたファンデが取れることもなく、しっかり密着してるので重ね塗りしても綺麗やから、お直し、まあ、するほど崩れはしないんですけど、朝にクッションファンデ使ってパウダーのせるじゃないですか。でその後、まあ、夕方ぐらいになってお直ししたいなっていう時、クッションファンデ塗ってパウダー塗ってその上からクッションファンデってなると思うんですけど、その上から塗っても綺麗なんですよ。だからマジでお直しにもすごくいい。なので正直最初これ使った時は、え、こんなクッションファンデあんのっていうぐらい衝撃的でした。でこすってみます。密着してるの分かります？ほら密着してるの、めちゃくちゃ密着してる、こすれに強い。はい、こちら最後ローラ・メルシエとジョンセンブルで使ってたんですけど、まあ本当に仕上がりであったり崩れにくさとか密着感、カバー力とかもほぼほぼ一緒ってぐらい、テクスチャーも結構似てるっていうぐらい私は同じだなとは思ったんですけど、まあ、このローラメルシア結構高い、デパコスなので結構高いんですけど、ジョンセンブルはいくら ?2000 円台ぐらいなので、ちょっともうそこは好みじゃないですけど、まあ、自分はそうなるとやっぱジョンセンブルかなっていうところですかね。クッションファンデーションってこう使っててやっぱりすごい楽、本当にこうパカッと開いてポンポンポンって塗るだけじゃないですか。でそれすごく楽やし、簡単にベースが完成しちゃうっていうところがすごくいいと思うんですけど、私が
もうちょっとこうやったらいいのになって思うところがあって、カバー力が高くて一発でカバーされる感じで、ツヤ崩れにくさとかもういちいちほんと崩れにくいみたいな、そんなクッションファンデがあったらいいなとか思うんですよ。なんか作りたいなと思ったり、なんかそういうのがちょっと本当に研究中です。匂わせ、はい、ということでですね、今回人気クッションファンデ9選の紹介をしていきました。参考になれば嬉しいです。それから別でファンデーションの比較、それからコンシーラーの比較もしてるので、ぜひですねこちら見ていただけると嬉しいです。ためになったぞと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。それではまた皆さんお会いしましょう。バイ。